か？経理部からの修理申請なんて最近来てないけど。いやいや確かに伝えたって。どうせいつもミスだらけのお前が忘れてるだけだろ。けマジだ。各部署がスムーズに働けるようにするのが総務部の業務なのにそれを怠るとはな。まあミスばかりのお前がいる総務部じゃ仕方ないか。そんなことを言えば経理部だって。はあ、うちに何か問題があったか。困るな、ありもしない問題をでっち上げようなんて。ミスしておいてそんな姑息な真似までするつもりか。これだから。ベラベラよく回る口だな本当に。でもこうして証拠がある以上今回の件はこっちのミスに違いない。とにかく急いで備品の修理は終わらせるから。頼んだぜ総務部さん。俺は鉄、総務部所属の会社員。ファイリングや備品管理、社内イベントの企画運営、電話対応などなど、ありとあらゆる職務を請け負っている。そんな俺の宿敵だからさ、社内イベでも経費考えろって。去年も言ったろ、肉の質下げるとか道具レンタルの数減らすとかさ。もっと経費削減できるだろ。企画練り直し。わかったよ。タックエンジのやつ同期だからって散々言いやがって。絶対この企画は認めさせてやる。今に見てろ。数日後、よし経費も見直した、スケジュールにも不備はなし、今度こそ通す。まあこれなら旧大店だな。じゃあ請求書と企画書預かるから。あつ、旧大店って頑張って修正した企画書にそれだけか。はあ、総務部なんだから修正するのは当然だろ。会社は頑張りじゃなくて成果を認めるところなんだよ。結果が全てなの。お前、ああもう帰った帰った。総務部と違ってうちは忙しいんだよ。な、何様だあいつ。総務部だってくっそ忙しいっすの。鉄、これ今日までだった。ああはい、全部こちらに回してください。エンジへの不満は募るばかり。そんなある日、おい備品の修理まだ終わらねえの。はあ、経理部からの修理申請なんて最近来てないけど。いやいや確かに伝えたって。どうせいつもミスだらけのお前が忘れてるだけだろ。お前な。それにほら申請書のコピー。けマジだ。各部署がスムーズに働けるようにするのが総務部の業務なのにそれを怠るとはな。まあミスばかりのお前がいる総務部じゃ仕方ないか。そんなことを言えば経理部だって。はあ、うちに何か問題があったか。困るな、ありもしない問題をでっち上げようなんて。ミスしておいてそんな姑息な真似までするつもりか。これだから。ベラベラよく回る口だな本当に。でもこうして証拠がある以上今回の件はこっちのミスに違いない。とにかく急いで備品の修理は終わらせるから。頼んだぜ総務部さん。ムカつく。エンジの野郎、絶対ギャフンと言わせてやる。総務部なめんなよ。俺はこれまで以上に仕事に真剣に取り組んだ。備品のチェックちゃんとしました。俺がダブルチェックしておきますんで。この請求書はなるべく早く作成しましょう。納期よりもかなり早く。出ないと総務部がなめられます。鉄さん今日も残業ですか。はい、少しでも不備がないかを確認しておきたいので。あんまり無理はされないでくださいね。お先に失礼します。備品の請求書は問題なし。この帳簿は誤字脱字が多いな。一応経理に確認しておくか。あのな、この程度で騒ぐなよ。業務には特に支障がないだろ。総務部と違ってこんな小さなミスに構っていられるほど経理部は暇じゃないんでね。うっつー、小さなミスが命取りだろうが。仕方ねえな、これはこっちで修正して。皆さん、総務部からご指摘がありました。書類関係は誤字など気をつけてくださいよ。何かほころびがあると総務部はそこをいやらしくついてきますからね。エンジ、お前今日も残業するのか。あまり働きすぎると。いや、完璧に仕事しないと奴に指摘される隙を与えることになるからな。あいつにだけは負けてたまるか。月末、総務部の月末の決算が合わないんだけど。何か不正や横領してるんじゃ。ありえません。
ケンジ君、まだ原因もわからないうちからうちの部下たちを疑われては困るよ。でもね、藤総務部長、これだけ精査して見当がつかないんだ。また後日改めて。じゃあ最後に俺が直々にお前を調べてやるよ。お、エンジン何か落ち、お前これ、この前の備品修理請求書の原本じゃねえか。まさかこれをファイリングしてないせいで相互が、あ、それは、いや、やべえ、鉄に嫌がらせした後ファイリングすんのすっかり忘れてた。おいおい、エンジ君、ミスしたんだから何か言うことあるよね。あれ聞こえてる？すいませんでした。あれれ、君経理部だよね。経理部はお金の管理を任された会社でも大事な業務でしょう。その自分のミスを他の部署に押し付けるなんて、君こそ業務怠慢じゃないのかな。ありもしないミスをでっち上げるなんて、姑息な真似だって言ってたのはどこの誰かな。あー、帰ってきたね、因果応報だね。てつくん、そこまで止めないでください部長。俺は今まで散々こいつに文句を言われてきたんすよ。言い返しているだけで。それをやめなさいと言っているんだ。同じ社内でいがみ合って何になる。謝っているなら潔く許すべきだ。そうじゃないとミスを許容できない職場になっていく。謝って非を認めてしまうことでそこにつけ込まれるなら、素直に謝ることができなくなる。その全てが会社の隠蔽体質につながってくるんだ。謝る側にも素直さが必要だが、許す側にも潔く許す度量が必要。二人ともよく反省するように。ああ、ごめん、言い過ぎた。向きになって経理部の仕事にミスがないか荒探ししたりして、小さなミスで騒いだりして悪かった。もう俺も総務部のこと悪く言い過ぎた。なんか他の部署に舐められたくなくて、特に鉄は何度も企画書と請求書持ってきて諦めないから、こっちも向きになってた。すまん。話し合い終わった？はい、終わりました。会計も無事あったことだし、親睦会も兼ねて経理部と総務部で飲みにでも行かない？前の社内イベントバーベキューの経費もう一回見直してみるよ。エンジ、ありがとな。社員の日々をねぎらうためのイベントだし、協力していいものにしようぜ。数日後、テツ、経理のエンジさん来てる。この請求書不備があるぞ。やっべ、飲み会のこともあって完全に気が緩んでた。すまん、すぐ修正する。たく、今後は気をつけろよ。疲れてミスするくらいならちょっと休め。じゃあ処理よろしく。エンジ、ごめん、ありがとう。謝罪と礼言う暇あんならさっさと修正して持ってこい。あの、何ですか。いいえ、いい関係になったなと思いまして。許し合えるって案外悪くない。